突然ですが、この女性二人組をご存知ですか？彼女たちは今流行りの YouTuber として活動する二人組ですが、ご覧の通りすっぴんで動画に出たり、組体操をするなど、己が女性だということも忘れて、様々なことに挑戦する女性二人組です。今日はそんな彼女たちが開催するファンを集めたイベント当日の様子をご覧いただきましょう。彼女たちがどういう気持ちでイベントに臨んだのか、またどういう気持ちでステージの上に立ったのか、ご覧ください。こちらは朝から白米にがっつく豆田さんです。これですか？これは澤部さんと3時間探し回って古着屋でようやく見つけた2点ものの体育着です。この長さとこのやっぱ質感、2着で10万しました。とっておきの1着です。 YouTube という世界規模の場で平気で嘘をつく神経を疑いますが、こちらの体操着、イベントの衣装のようです。朝は決まって顔が真っ青なこちらの女性は澤デーさんです。今日着る衣装なんですけど、一応テーマが学校っていうことなので、学校を意識したものを一応たくさん買ってきました。準備のいい方は前もってやると思うんですけど、私たちは組体操の方があったので、衣装の方はちょっとギリギリの手配になってしまいまして、不備があったら困るなと思って大量の靴下を買ってきました。どうやら今回のメインイベントは組体操のようです。15分ちょっとで出なくちゃいけないんですけど、まあ、ここから自分たちに何ていうのかな、何が合うかっていうのを、まあ、去年の夏、彼女たちが出した問題作「大人の組体操」という動画の中で、大変お見苦しいものを皆様にお見せしてしまったことを大反省し、今回ステージ上でまた新たに挑戦させていただくという運びになったのであった。皆様に完璧なものをお見せしたいという気持ちを胸に刻み、彼女たちは短い期間の中で何度も何度も練習場に足を運んだ。重いです。今日はやっぱり衣装も結構あるし、機材も全部持ってかなきゃいけないですし、あとやっぱみんなの夢と希望も背負ってるんで、やっぱ気持ち作ってタクシー乗っていきたいと思います。じゃあまた後ほど。こちらはみんなの夢と希望が詰まった袋です。この日の天気は大曇りであるものの、サングラスをして台本を読む澤デーさん、まあ、やっぱり久しぶりのイベントなので緊張する部分はあるんですけれども、まあ、皆さんとお会いできるっていう部分がやっぱり一番楽しみな点ではあるので、まあ、この台本をいただいたんですけど、まあ、全て一問一句頭の方には入っておりますので、本番は、まあ、いらないかなっていう感じですね。まあ、一番心配な点は組体操ですね。やっぱり一番時間をかけて練習してきたっていうのもあるので、怪我なくできたらなって本当に心の底から思ってます。おはようございます。よろしくお願いします。パラスティカです。誰もいない楽屋でもしっかりと挨拶するのが彼女たちのルールだ。筋トレ始めるよ。わかりました。こっちならね、そう、一回回ります。気をつけてね、後ろね。はい、気をつけて。オッケーオッケー、大丈夫です。これやっといてもいいじゃん。これね。楽屋に着くなり突然何かを始めた2人、めちゃくちゃグダグダです。よく伸びて。今の何ですか？今のですか？
応イベント前に必ずやってる、うん、トレーニングなんですけど、うんね、やっぱ体伸ばしとかないと怪我しちゃうし、まあ、はい、現地に着いた瞬間にやるっていうのが一番大事で、ここでやっぱ他のアーティストさんとかクリエイターさんだと楽屋入った時すぐ座ったり、うん、今ね お菓子とかご用意していただいてるんですけど、はい、それ食べてまったりしちゃう時間がやっぱりできちゃうので、私たちは逆に入った瞬間からもう始まってるっていう意味を込めて、まず回るとこからそう始めてます。声出しはの長官全然やるので、はい、もうお見せしましょう。どうやら声出しの様子も見せてくれるようです。じゃあジャンプしてジャンプからスタートする声出し、もはや声出しではなさそうだ。あ、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 いうえ、あいうえお、あ、いうえ、あいうえお、かきくけこ、かきくけこ、あ、ちゃんと笑わないじゃって、足ずせそ、かきくけこ、パラ、パラ、パラスティカ、パラ、パラ、パラスティカ、オッケー、オッケー、オッケー、声出しオッケー。今日喉の調子は？いや、かなりすこぶるいです。いい、いい、オッケー、オッケー、高音出していこう。わかりました。やっぱりうちらクリエイターだけど、はい、やっぱアーティストっていう部分でもあるから。わかりました。あー、はい、あー、いいね。あー、あー、低い音、うー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 
今回のズームのイベントで第一公演のステージに立っていた彼女たちとほぼ同期ともいえるヒョンクマというクリエイターさんが楽屋に挨拶に来てくれた。クマさんの本番前の謎のルーティーンを見せつけられた後、いよいよリハーサルが始まる。ステージに立つなり、理科の材質チェックが始まった。コンクリ何パーセント？コンクリ20%。20%。うん。じゃあ、あとプラスチックだ。うん。ってことは、滑りやすいかもしれないから気をつけよう。わかった。今回のメインイベントでもある組体操を幾度となくチェックする2人。リハーサルを終え楽屋に戻ると、そこにはウームの社員さんから素敵な差し入れがあった。なんかおせんべいみたいの入っててすごい美味しいです。可愛いですねこれね。タピオカに心を奪われていたら、気づけば本番5分前。とにかく楽屋が汚い。普段自撮りはほぼしないが、イベントの時は自撮りをして緊張を紛らわす。頑張りましょう。うん、頑張ろう。じゃあ掛け声お願いします。ヘイヘイホー、いきます。あれ、不調偏差とかやっぱ言う方がいいかなと思うんですよ。ヘイヘイホー、エイエイオーの間違いではなかろうか。緊張のせいか、笑顔がバグってしまうお二人。それでもステージ裏では和気あいあいとした時間が流れる。自分がアイドルなのではないかと錯覚するほどの声援を浴びる二人。完全に有頂天になったであろう。思う人、ちょっと、名古屋、マジ、広島、愛媛、おお、セリカ、パラスティカの初めての歌ってみた動画は次のうちどれでしょう。A、USA ダサンプ、B、
ハム太郎ホットコータハムちゃん、 C マリーゴールド愛用、 D ジョイナス。あれ、ここにいるみんなと友達だったっけかと錯覚するほどお客さんのノリが大変素晴らしく、いつしか2人も緊張から解き放たれていた。今回のイベントのテーマを学校と決めたお二人、テーマに沿ったコーナーを3つ用意した。その中でも一番の大きなイベント、組体操が始まろうとしている。おいおい、みんな頭のネジ外れたのかというほど、お二人の組体操を見てお客さんは爆笑してくれた。実はですね、はい、ここで皆さんにお知らせがあります。8月に単独イベントをやります。先日の動画でも発表した8月の単独イベントの発表を一足先にズームで行った。以上、せーの、バランスティカでした。いつも応援してくださるファンの皆様一人一人と目を合わせて感謝のハイタッチ会。それにしてもパラピはめちゃくちゃ元気な人が多い。いやお疲れ様。いい会だったよ。イベント終了後の恒例行事、感謝の気持ちを伝え合う毎名握手だが、死ぬほど息が合っていない。お客さんが温かかったな。あ、温かかったな。組体操も盛り上がったじゃん。あんなに盛り上がるなんて思っても見なかった。びっくりした。大成功だ。お疲れ様でした。すごい温かいイベントになって、ファンの人たちに助けられたなっていう気持ちとともに、やはりやっぱり8月のイベントの方を思うと、次はもっともっと楽しいねイベント、そしてファンのね、みんなが喜んでくれるような形にしたいと思ってます。ありがとうございました。密着ありがとうございました。ありがとうございました。組体操を、やりたいって言った日のことをまだ鮮明に覚えてるんですけど、あの復活のね動画上げた日、あの日にですね、あの澤部さんといきなりステーキに行って2人でイベントを何やるって話した時に、組体操やんないってなって、やろうやろうってなった、あの軽いノリから始まって、ここまでやばい、うまくいったわ、すごい、みんなのおかげって思ってるんで、引き続き8月も気合入れてやっていきたいと思ってます。本当にめちゃくありがとうございました。今回の密着で分かったことは、お二人の人を笑わせたいという気持ちとファンの皆様を愛する気持ちは、どのクリエイターさんよりも負けないという気持ちでイベントに臨んでいることが分かった。ぜひ8月のイベントもお待ちしております。